したいと思います。おかげさまで熊谷で行われた先日のよさこいの大会でもグランプリをいただきましたチーム専門の青春の鐘の曲を皆さんにお届けしたいと思います。それでは参ります。チーム専門青春の鐘構え。
こい総から抜く、そして最後の総取りとありますので、皆さんにはまだまだ楽しんでいただきたいと思います。まずは、チーム戦の応援をいただきました皆様にチーム戦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、よさこい総から抜く皆さんです。よろしくお願いします。